皆さんこんにちは、若菜ずキラキラキッチンのお時間です。今日の食材は李北米です。銀杏とチキンライスの卵あんかけ紹介します。あなたの食卓をキラキラ輝かせる若菜ずキラキラキッチン。本日は銀杏とチキンライスの卵あんかけ。今回は新米の李北米を使います。洗い方にポイントがあるんです。新米は水分量が多くお米が割れやすいので、ザルなどではなくボウルの中でゆっくりとかき混ぜるように洗って取ります。続いて鶏胸肉を油を引かずに皮目から焼き目がつくように焼いていきます。こんがりと焼いたら食べやすいように細かくカット。後で炊き上げるので中まで火が通っていなくても大丈夫です。お米を入れた鍋に昆布だしで和の風味をプラス。さらに人参や鶏肉、銀杏を加えたら蓋をして炊いていきます。その間にあんかけを作ります。鍋に調味料を入れ、沸騰したら水溶き片栗粉を入れてとろみをつけます。そこに溶いた卵を投入。ふわふわの卵にするコツがあるんです。あらかじめだし汁に片栗粉でとろみをつけてから卵を加えることで、ふわっとした軽い仕上がりの卵になります。さあ、ご飯が炊き上がりました。たっぷりと昆布だしを吸い込んだ新米にふわふわの卵あんかけを合わせれば、銀杏とチキンライスの卵あんかけ出来上がり。銀杏のホクホクと焼いた鶏肉の香ばしさ、だしを吸ったご飯がとっても美味しいです。上にかけた卵のあんかけを絡めると美味しさが2倍楽しめます。すだちスライスでさっぱり感をプラス。